スタジオリバーサイド、はい、竹下敦です。先日ね、名前を話をしたんですけど、3文字の、お友達だったり、3文字の、女の子と知り合いになることが多いみたいな話をしたんですけど、僕のね、名前がアツシなんですよ。トンコウのトンっていう、こう鍋蓋に口を書いて子供の子にこう払いがつく、でこれ一文字でアツシなんです。でそれに、まあ、うちの親はそれを分かってたのか分かってなかったのか分かんないですけど、それに歴史の史をつけたんですね。そうすると読み方としては正しくはアツシシになっちゃうんです。で、アツシの死にまた死を重ねるっていうのは、まあ、良くないっていうふうに、占い師さんに言われたんですね。それ、長野で、半端じゃなくよく当たる占い師さんっていうことで、うちの母がね、見てもらって、で、うちの母が、学校のテストとかは全部ね、ひらがなで竹下敦史にしなさいって言われたんです。で結構素直な子供だったんで、ひらがなで書いてテストなんか提出してたんですね。でそのうちに、家庭裁判所に申請すると、名前が変えられるんで、名前を変えましょうって話になった。そういうの早いうちだったら、そのね、まだこう変えられるからみたいな話になって、で最初テストで、まあ、竹下敦史ってひらがなで書いたわけです。したら帰ってきた答案が0点だったんですよ。で先生、なんで0点なんですかねって聞いたら、自分のね名前も書けないのに、それは0点で 0点だろうって言われて、でうちの母親と一緒に、ね、学校に呼び出されたんですよ。でうちの母親すごい切れやすい人だったんで、ぶち切れて、なんでね、テストの答案合ってるのに0点ってのはどういうことだって。したら、ね、先生の方としては、お宅一体どういう教育してるんですかと、自分のね名前すら書けないっていうのはどういうことなんですかって言われたら、母親の方もまたそれをわざわざ説明するんですよ。いや、これは正しくは厚志氏で間違ってつけちゃったら名前なんだと、もうショックですよ。こういう感じなんです。でそれを、親がね、子供の幸せを願って、しかも分かりやすく竹下厚志に変えて、何が悪いんですか先生みたいな感じでグワーって言うわけです。そう言われても先生の方としてはキョトンとなっちゃいますよね。で、まあしょうがなく、そのうちの母親プンスカってこう怒りながら、こう学校にこうベーみたいな感じで帰ってったんですよ。で、家庭裁判所の方から連絡が来て、改名は却下されたんですね。で却下の理由として、改名するに値しないと、なぜなら理由が占い師に言われたからっていうのでは解明できませんっていう、ちゃんと書類が来たわけです。で未だに、竹下敦史氏のまんまです。でこれなんか何歳以上かになると自分の手続きで解明できるらしいんですけど、もう今更ね、その年になっちゃってた頃には、その竹下敦史でそれなりに有名になっちゃってたんで変えられないんですよね。でその後だんだんインターネットを普及してきた時代ぐらいの時に、ちょうど、ラジオコントロールからね、
プロのドライバーになった時に竹下敦ってひらがなにでレース活動するようになったんです。で多分プロドライバーって、まあ、いろんなジャンルで、ねまあ、芸名みたいなもんですよ。その理由がレース終わった後ねこう結果が張り出されるんですけど、まあ、大体みんな漢字じゃないですか。でも私だけひらがなで敦なんでパッと見たら自分が何位なのか探しやすいわけです。なので、私の場合3つ名前が今あるんですよね、本名の、漢字で書く竹下敦とあと、レーサー時代に使っていた竹下敦と、今は、音楽で活動するときはカタカナの敦、この3つで今のところ人生を送ってます、そういう方もね結構読めなくて難しい名前なんかだと、もうこれどう読んでもそういうふうに読めないでしょっていう名前の方なんかは割と自分の名前をカタカナでいやねひらがなで書いたりして、親しい人にはいや本当はこういう名前なんですよっていうことがあったりするかと思います。朝からしょうもない話ですいません。竹下敦でした。